はい、昨日の仲間ですね。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日ねこのこのねちょっと家族からモンスターチックと言われましたけど、この私的には桜餅だと思っている桜餅粉を作ったんですけれど、どうなんだろうと桜餅ね、おひな様すぐそこまで来てますんで、桜餅もな食べたいなと思っていたので桜餅粉を作りました。で、今日は桜餅粉のお仲間、桜餅粉が3月ならば、次作る子は5月ですね。今日は柏餅を作りたいなと思っております。このピンクの部分が白いつるっとした、お団子に変わりまして、で桜の葉っぱから柏の葉っぱに変わるってだけなんで、はっきり言ってものすごくキャラクターとしてデフォルメしてるので、見た目全然変わらない、でも色が変わるぐらいだと思いますけれども、まあ昨日の復習がてらって形ですね。で最初和から始めまして、この白いコットンの糸をかぎ針2号で編んでいこうと思うんですけれども、和から始めて、まずは細編み6目のよいしょ円を作りましょうと。はい、細編み6目の円ができました。で次は2目ですね。1目に対して細編み2目の増し目をかけていくので、全部で12目になります。で次は3段目ですね。次は3段目なので1目に対して1、はい、まず1個細編みで、2目目で2目の増し目、ここまでは全然普通に円を大きくしていくだけです。はい、これで3段目までできました。でこっからちょっと増し目なしで2段ぐらいかな、編んでぐるっとこう真っ白いお団子、白いボール状にしていきますと。本当にね、昨日と作り方ほとんど一緒なのでサクサク進めていこうと思います。今増減なしで細編みを1段編んだんですけど、2段目入った時にまあとりあえず手はつけていこうと思うので、1、2、3、4、5目目、ここですね、始めてから5目目、ここのとこまで来たらここで鎖編み3目編んで、でもう3目編んで、はい、上から4目目のところ拾って引き抜き編み、これでピコット編みになります。でここから下に上半目と裏山拾っては引き抜き編み、上編みと裏山拾って引き抜き編みして、最後細編みのとこも拾って引き上げ編みと。で次のところは普通に細編みをしていく、終わって次の目から 1、2、3、4、5、6、7、8、9目目のところ来たら同じように3目編んで、でまた鎖編み3目編んで、今度は上から数えて4目目を拾って引き抜き編み、でまた引き抜き編み、引き抜き編み、で最後この細編みのところも拾って引き抜き編みして、で隣を細編みを4目かな、そうすると最後に戻ってくると思います。で戻ってきたので引き抜き編みしておしまい。こういう状態になるかな。であと2段ぐらい増減なしで細編みをしていきます。可愛いものを作れる自信はないのですが、なんかこういうちっちゃいものを作りたくなる時が多々たまにね出てくるんで、たまに謎なものは作るんですけど、今ね多分世の中がバタバタと落ち着いていないので、こう無性にちょっと心の安らぎを求めてこういうねものを作りたくなっているんじゃないかなとも思っております。まあどうせねそんなにもともと外出をいっぱいねする方ではないので、
もともとね、本当にもともと引きこもり気味なんですけれども、さらに今ね、引きこもりに拍車がかかっているので、家でやることが、こういうことをパタポコをちょこちょこやる時間がね、多くなってきてるんじゃないかなと思っております。本当に今卒業式どうなんだろうとかね、入学式どうなんだろうでドキドキしております。はい、4段目。これで増減なしで、ちょうど4段編んだことになります。はい、次の段なんですけど、1目目。こっから減らし目をかけていきます。1目目は普通に細編み。で、2目目と3目目を拾って、2目一度。はい、次、1目目は普通に細編み1つ。2目目と3目目を拾って、で2目一度これをぐるっとかけていって、はい、お団子というかお餅の白い部分の方をボール状にしていきます。で、昨日ここの状態でね、もう目と口つけたんですけど、なんかね、膨らんでないと顔って分かりづらいよね。後からつけてもどうせこう葉っぱでねくるんじゃうんだったら、今このペコンとしてる状態で顔つけなくてもいいかなと思いまして、今回はちょっと顔はこの白いお団子の部分を全部作り終わってから作りたいかなと思います。なんかね、バランス見るの難しくて、自分で思ってるような感じでこうね、顔つけたつもりでいたんですけど、やっぱり綿入れて最後まで作ってみたら微妙になーっていう感じになってたので、これでちょっと完成させます。今回は先に、はい、綿詰めました。はい、次の段に編むときは今度は、はい、2目一度を全部で、もう最初から2目一度ずっと2目一度をやっていきますと。で、あとは切って、はい、針を使って、とじ針ですね。よいしょ。あとはとじ針を使って、この6目を、よいしょ。はい、6目の外半目をですね、すくって、で、キュッと閉じていこうと思います。それでこれでお団子の白いお団子の部分が完成しましたので、ここで初めて顔をこのね、丸いパンパンの状態でつけた方がね、絶対バランスわかると思うんだよな。これで柏餅の本体ですね。本体の方できました。で、次葉っぱなんですけれど、桜餅よりもなんかね、私のイメージ、柏餅の方が葉っぱのギザギザが大きいんじゃないかなと思っているので、できるかな、うまくいけばいいなと。1、2、3、最初4目からスタートしまして、で、同じ上半目と裏山取って、細編み。上半目と裏山取って、で、細編み。これを4目やって、で、同じところに、端っこね、同じところに細編みを2目かな。2目入れて、で、下半目拾って細編み、下半目拾って細編み、下半目拾って細編みと。で、やっていって、また端っこの下半目を拾って、で、細編みしたら同じところに細編みをもう2つよいしょ追加して、で、1目目に引き抜き編み。で、あとこれを同じようにちょっと大きくしていきます。1、2、3、4段ぐらいかな、同じですね。ただちょっと柏餅の場合はちょっとこっちの方が大きい気がするんですね。このここがもっと大きい気もするしなぁと。で、もうちょっと桜餅の葉っぱの部分違ったかなとか、ちょっといろいろ思うところはあるんですけれど、1、
1、2、3、4つ編んで、で端っこの細編み2目のところに1つにつき2目の増し目、これでちょっと丸い感じの台にしていきましょうと。で最初の1目に戻ってきたので、ここで引き抜き編み、で3段目、1、2、5、3、4ですね。普通に細編み4目編んだ後に、次はここですね、1目目は細編み1つ、2目目に増し目で、また2目目、まあ、これで1、2、2、1ですね。細編み1つ、細編み2つ、細編み2つ、細編み1つ、次はつったら次1、1、2、2、1、1っていう風に、ちょっとこの増し目の部分が頂点、この端っこになってくるというだけなんですが、でまた1、2、3、4でもここからこのね、こっちの桜餅の時は、これこのままね、同じ編み方を1、2、3、4段両方とも同じ編み方して最後のところだけ変えたんですけど、ちょっとね、柏餅ここから変えていこうかな。いや本当だったらまた1、1、2、2、1、1ってやっていくんですけど、1、2にしようか。ちょっと感覚で見ながらなんですけど、2、2、2、2で1、形をこっちはとんがって、こっちの頂点だけに増し目が来てて、ちょっととんがってんですけど、こっち側はこうちょっとだけ平べったくというか、増し目を増やして、こっちの方がちょっと広めになるようにしてみました。これでいってみるか。でまたここで、はい、1、2、3、4つ編んで、でここからはもう増し目しないでおこうかな。この端下細い方はここで頂点みたいなところで、ちょうどこう上に上がってきたここら辺ってところで鎖編み3目して、それで2目目のところに引き抜き編み、1目目のところに引き抜き編み、で隣のところに細編みの方がなんか茎って感じがしますね。はい。で、細編みをしていって、長編みを3つ編んで、隣に細編み。あ、これにしよう。これがいい。こんな感じでね。こんな感じで。あの 適当なんですけど、こんな感じかなを何回かチャレンジして編みを決めております。ここで長編みですね、長編みを3つ編んで、隣の目に細編みで、ちょっとだけポコッとします。ここ隣でも同じように長編みを3目入れて、ちょっとフリフリさせる感じですかね。柏の葉っぱっぽくなればいいなと。で細編みで一番最初の1目目に引き抜き編み、いやこれをね、多分こう逆こうやると、ちょっとだけどうでしょう、柏餅っぽくなりますかね。はい。
うん、こんな感じでいいんじゃないかな。もうちょっと大きくした方がいいかな。いや、これでいきますか。これで。で、これで、はい。糸始末しがてらですね。よいしょ。はい。はい、こんな感じで。桜餅粉と柏餅用ができました。やっぱり顔を作るときに、こっち完全に顔パンパンにね、お餅パンパン状態にしてから顔作った方が、バランス見やすいなっていうのが分かりました。はい。という、やっぱ昨日よりは今日、今日よりは明日って、こう同じものを作ってても全然ね、やっぱ変わってきますね。うん。今日の方が可愛い気がする。こんな感じでちょっと。金具もつけてみましたということで、うん、明日何しようかなと思っても、これ草大福くん作ったんですけど、草大福くんのお友達の豆大福くんを明日作ろうかな。はい、というわけで明日豆大福作ろうと思っております。それではまた明日。じゃっ。